4月1日月曜日、キバレーユナイテッドステーション、よろしくお願いします。クオインディーダブ田野豊です。そして富永です。よろしくします。はい、ちょっと非常に申し上げにくいんですが、まず冒頭にちょっとお知らせしないといけないことが皆さんにありまして、本当に申し上げにくいんですけれども、僕今動画編集をしてるんですね。動画編集をしてる関係でちょっと編集が追いついてないという事情と、まあ、富永さん今ね、ホームアウェイと大忙しで、ドタバタ動いてるっていう関係で本当に心苦しくはあるんですけど、本日をもってイナステは、はい、終了となります。すいません、今までありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。富さんありがとう言ってありがとうございました。はい、なんで本当に皆さんとつながれたこの時間っていうものを、本当に僕の心の中のアルバムっていうものを1ページずつめくりながら昨日ちょっといろいろ考えてたんですけど、いやー、エイプリルフールでした。ありがとうございました。もうちょっとこう盛り上がってもらえたらありがたいんだけどな、2人とも。何、来週からいないっすよ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週から小林さんいなくなるんで、はい、よっしゃ。ありがとうございました。はい、コメント来たね。あ、結構びっくりしてくれてる人いたね。よかったよかった。いや嘘ですよ、エイプリルフールなんでちょっと嘘ついてみようかなってたまには、はい、と思って嘘ついてみましたけれども、今日もね元気よく配信していこうと思います。そしてユナステはなくならず今後もやっていきますので、ここがなくなったらもう本当僕のね会社での立ち位置なくなっちゃう。まあ確かに、確かにじゃねえの。タノさんが泣いてない時点でもう泣いて、あー確かに泣いちゃったって来てる、うん、大阪から泣いちゃったって来てますよ。大阪から泣いちゃった。まあね、泣いていただけるぐらいね、よかったよかった、番組になってるならねえ、だから嬉しいですね、本当にありがとうございます。さあ全国から見てますよ、ボード市町村ボード貼ってありますので、設置してますので、ぜひどこから見てるよ、これマジでモチベーションつながるんでよろしくお願いします。いつ僕の頭に髪が生えるかっていうのも注目してください。はい、さあということで今日もですね、みんなと熱くゆるく、語り合っていこうかなと思うんですけれども、ほら、はい、人を泣かしてんだからちゃんと謝って。確かに、ちょっと待って、エイプリルフールじゃん、だって。いやでも
すいませんでした本当に。なくなるってでも嬉しいね。なんか言っていい嘘と悪い嘘がある。言っていい嘘じゃない今のは。違う、そうでもないか。すいませんでした本当に。あの稲瀬がなくなるなんてことを嘘ついて、軽々しく嘘ついてしまって、本当にたまにしかつかない嘘をついてしまって本当にすいませんでした。はい、ということで今日も稲瀬始めていこうと思うんですけれども、いつも嘘ですまあそれは間違いない。コメントがすごい飛び交ってますね。はい、ありがとうございます。でもいろんなところから見てくれてますよ今日も。曽於市、山梨、鹿児島市。はい、ありがとうございます。わかりやすって来てますね、ありがとうございます。さあということで、ちょっと振り返りをしたい試合。どうぞ。まあ、2連敗中と来てて、非常に選手の心情としては、うん、やっぱ3連敗をしちゃいけないっていうのがすごい意識の中であったと思うし、チームとしても、うん、まあ、そういった中で本当にプレッシャーがかかった一戦、普段の試合よりプレッシャーがかかった一戦だったんじゃないかなって思うし、多分みんな見てて、うん、いつものユナイテッドじゃないなって思った人も多分結構いたのかなって、いつものユナイテッドであればバイタルエリア、分かりますかね、相手のペナルティエリアに何人もこう侵入していって攻撃崩し、より攻撃的なサッカーをしていくっていうのが、まあ、いつも見てる鹿児島のサッカーなのかなと思うんですけど、今回、田中渡る選手のミドルシュート含め遠目からのシュートだったり、早い段階から の藤本選手がシュートをキーパーの正面に入ってしまいましたけど、藤村選手からの裏へのパス1本とか、ああいうシーンが結構長いボールロングボールを使っての展開っていうのが増えたんですけど、まあ、理由としてはやっぱりピッチコンディション、時期的なものもあるんでしょうけど、やっぱりこうピッチがあまりこういいと言える状況ではなかった。なので後ろからつないでってなって、もしボールが浮いてトラップミスって奪われてそこから失点したらとか、そういうリスクを考えて今回は長いボールの試合展開が増えたのかなっていうのと、あとは風、また風が強くてね、現地すごかったでしょ風が。試合をこうダゾーンで見ててすげえ戻されるんだとか、チョールさんのゴールキックもすっごいこう横風ちょっと斜めぐらいの向かい風が吹いてて、タッチライン悪いなと思いながら見てましたけど、まあ、風も含めていわき戦でまさにね強い風でやられた感じの印象があった分、そういうリスクもこう過去の経験から考えながらっていうところもすごく感じた試合でしたけれども、本当によく引き分けたなって思いましたね。アウェーで J2、J3 ってあんまり言いたくないけど、 J2 という舞台でやっぱり勝ち点1を拾って帰ってくるっていうのは本当に大きなことだと思うし、今回2連敗という中で勝ち点を拾えた、持って帰ってこれたっていうのは僕の中ですごく大きかったなと思うし、次はホームなんで、甲府戦を前に失点ゼロ、今シーズン初の失点ゼロで終われたっていうのはすごく良かったのかなって思います。で、甲府は非常に強いです。今までのチームももちろんですけど、より、世界を経験してるっていう部分もあるし、やっぱり僕の友人でもある、ね、ピーター・ウタカ選手がいますから。そうなんですよ、僕ピーター豊って呼ばれてたんですよ選手の時ね。甲府と試合してましたよね、出てましたあの時ですよ。出てないか。ピーター選手は本当にびっくりします、太ももの太さ、僕しがみついてディフェンスしてましたからねそれでも倒れないですからね。まあでも本当にここでガンガンこうカウンターだったり攻めてこれる選手もいる上に、ゲームを作れる選手っていうのが複数いるんで、すごいこうどこを止めればみたいな、こうそういうどこにフォーカスして守備すればみたいなのがしづらいチームであるので、非常に難しい試合になるかなと思いますけど、鹿児島なんといってもホームですから、ホームでしっかり勝ち点取れるように皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ映像とともに振り返っていこうと思うんですけど、まず順位表を見ていきましょうか。まあ、今回の引き分けは非常に大きかったですよ。他の結果を見ても今勝ち点8、7試合で8というところですけど、やっぱり1でもしっかり拾いながらいくっていうところ、これ7と8ではまた大きな違いでもありますしね、まあ、一つ一つ勝ち点をしっかり取っていくっていうところですね。じゃあ映像を見ていきましょう。はい、まずじゃあフォーメーションの方から見ていきましょうかね。まあ、メンバーの入れ替わりとしては、相手選手からか。相手選手はね、俺の中でね、あ、いいなと思った選手は左サイドバックの42番の石井選手がすごい、やっぱ鹿児島の
これまでの失点シーンとかってより多かったのがまあセットプレーっていうところと、やっぱりクロスでの失点っていうのが非常にあの実際に多いので、そういった意味で相手はすごいあのセンタリングクロス、アーリークロス、早い段階で上げてきたり、まあ、サイドからの攻撃っていうところをより意識してやってきたなっていう中でゼロに抑えれたっていうのは大きかったよね。で鹿児島は、前回の試合で、出森選手が退場で、富山選手も退場となったので、まあ、ゴールキーパーには小野選手で、左には野武選手、前回と変わって入ってます。はい、じゃあ映像見ていきましょう。まあね、この試合本当にこうやってつなぎながらだったんですけど、なかなかね合わないっていうシーンがあったんですけど、こういうところで収める匠くんもねさすがだよね。これよね、ゴリオ純喜をも騙すこの2人のワンツー、純喜が一番騙されてたからね。やっぱいいですよね、こういう展開で、まあ、13分という時間帯であまりシュートがないという中でミドルシュート打っていこうよっていう、あの田中航選手の判断で、風が、ね、あった関係で、まあ、この前半は向かい風だったんですけど、そんなこと関係なく打ちに行く姿勢で、これも良かったね、藤本紀明ならではのボールを消すフェイント。これね、イメージとしてはキーパーのもうちょっと上をこうドライブシュートで越すイメージだったんじゃないかなと思うんですけどね。このトラップよね、しかもこれたまたまじゃなくて狙ってるしね、それがすごいよね本当に。で相手はこうやってクロス、こうグランダムクロスって言うんですよ、あのセンタリングクロス、アリクロスって言うんですけど、まあ、この中でも集中して奪ってからの、またしても田中航選手のミドルシュートというか超ロングシュート、これ本当風次第ではね行ってたんじゃないかなって思うんですけどね。ああいうところ見えてる視野の広さはやっぱり田中航選手らしいなと思ったけど、その後のこのカウンター、 J2 っぽいカウンターでしたね。でも英介君の対応が良かったね、すごく先に滑って打つタイミングを外させて、でさらにチョルさんがね、よくここでさキックフェイントで倒れなかったよね、最初のシュートフェイントでよく我慢して、この英介君のスライディングで相手は打てないと思ってシュートコースが限定されて狭くなった、だからチョルさんも止めやすくなったってところありましたよね。エースケ君サイドバックとしての守備がねすごい磨かれてきましたよね。でこれ何気なく取ってるけど、追い風だからすごい伸びてくるボールで、キャッチするか弾くかってすごい迷うシーンではあると思うんだけど、チョルさんのこの安定感、チョルさんの良さだよね、この腕の強さ、キャッチング、まあまあ威力あるからねこれ。で藤本選手から五稜純喜のこのスプリント、このスピードで走っててよう残して2人引きつけて、あそこがよく見えてたなと思いましたけどね。これノリがね欲しがってましたからね。でもそろそろ点数欲しいなっていうこう感じも見えましたよね。でもいいよね、パス出した藤本選手が五稜選手が溜めて、ここまでまた走ってきてるからね、中でここまで見えてないそしてこれセットプレー惜しかったな、これもね、富さん、うわー来たと思ったけど、やっぱり相手もね集中してましたよね、両ゴールキーパーディフェンス、もうお互い負けられない戦いっていう中で、で水戸に関してはホームでなかなか勝ててないっていうのもあったから、そういった意味で本当にホームで勝利をっていうところがこういうスライディングからも見えますからね。ちょっと最後もヒヤッとしましたけど、ロングスローどんだけ飛ぶんだと思いましたけど、ちょっと風に乗ってる部分もありましたけど、でもこの前のコーナーもちょっと怖かったね、チャーリーがコーナーにクリアしてくれましたけど、まあ、だからそういった意味で本当に最後広瀬選手を入れるっていう選択をしたりとか、やっぱりこの試合は絶対負けちゃいけないしゼロで終わるんだっていうチームとしてのこう意識、統一した意識ってものがすごく見えたので、まあ、選手はね悔しそうな表情をこうやってしてましたけど、自分僕個人の中ではよう引き分けに持ってったなっていう感じもあるし、もう本当すごいですよプレッシャーが、2連敗してると特に、まあ、1回負けてたら連敗しちゃいけないっていうプレッシャーももちろんあるし、でさらに2連敗したらよりのしかかってくるし、3連敗したらチームって結構崩れやすくもなるんで、
で監督とかも3連敗したらじゃあ選手同士を入れ替えようとかいろんな悩みが出てきて、で入れ替えないでそのまま行こうって決めたらこう出れてなかった選手たちがなんで俺出れないんだよこんなチーム良くないのにってなっちゃうしとか、いろんなことがいろんな全チームだけど出てきたりするんで、そういった意味でやっぱりだから連敗しない、3連敗ってなんか規模かなって思うので、ようここで引き分け挟んでくれたなと思うんで、次の試合これがまた大事になる。前回の引き分けっていうところはもちろんもう価値は出たと思うけど、まあ、次で負けてしまったらまた意味がなくなっちゃうし、ホームだしやっぱり皆さんに笑顔届けたいって選手たちもみんな言ってますからね。まあ、でもよう頑張ったなと思います。はい、次節は甲府戦となりますんで、はい、ぜひあのピーター・ウタカ選手をあのトネ選手が止める姿を見に来てください。ピーター対トネなかなか見れないですからね。バチバチやるんじゃないですか。僕個人としてはピーター対トネ&岡本みたいなのがすげえ楽しみですけどね。一人でカウンターできたり、寄せなかったらミドル打てますからね。何でもできちゃいますから、だからそこを抑えて、逆に彼を乗らせなければなんか向こうのリズム崩れそうだなって感じもありますしね。はい、そういったところもなんか見て楽しんでもらえたら。だから次の試合はトミさん、はい、あれを見てほしい。どれ？ボールがないところでの、うん、あのピーター・ウタカ選手も出てくるかどうかも分からんけど、うん、ピーター選手とうちの守備陣の駆け引きみたいな、うん、そういったところも見てほしいなって思いますね。やっぱそれがやっぱサッカーをもう一個こう深く楽しむ、楽しみ方でもあるのかな。ボールがないところでの選手のこうせめぎ合いというかポジションの取り合い、そういったから、あの横浜 FC 戦の1失点目のクロスが入る前の選手たちのポジション争いというか、横浜 FC の選手たちの入り方ポジション取りっていうのはすっごいうまかった、うん、だからそういうところを見てほしいと思いました。はい、以上振り返りのコーナーでした。ありがとうございました。はい、坊さんどんどん行きましょう。はい、あれ、はい、あれなあ、そうだ、りんちゃんが帰ってきました。海外遠征からアンダー19日本代表クラブ初ですよ、はい、なんかねコメントもあの見たの事前に、うん、コメント見たんだけど、最初の入団会見の時のこうコメントとか喋り方とすげえなんかこの数日間の遠征で自信と闘志がみなぎってるなって感じしたんで、なんか試合に絡んでくるんじゃないかなっていうね、そんな気配がしましたけれども、今日は皆さんに特別小島選手からメッセージをいただいてますので見ていただきましょう。じゃあお願いします。はい、大丈夫です。はい、ユナステをご覧の皆さんで、田野さん、NG があったのね。ユナステをご覧の皆さん、そして田野さん、ユナステにメッセージいただいてますから、入ってきました、小島凛一郎です。今回ヨルダン遠征に行ったことによって、アジア予選で日本代表として勝ってワールドカップに出て活躍したいという思いが本当に強く芽生えて、でそこで来年ワールドカップに出れなかったりワールドカップで負けたり、そういった後悔をしないようにまたこのチームに帰って、まずこのクラブで全力で成長していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ユナステをご覧の皆さん、すごいね、びっくりした。まだなんかと思ったらリピートでしたね。いやいや、でも本当素晴らしいなと思うし、こうユナイテッドの選手がワールドカップっていうフレーズをコメントの中で口にしたりっていう、一つまた夢が叶いました、僕の中で。クラブから代表選手が出て、まあ世代別とはいえ出てこう世界を見て戦ってるみたいな、だから本当にこの経験ってものを言ってくれたけど、チームに還元してほしいし、よりこうこれから試合に絡むっていう、なんて言うんだろうな、強い闘志をたぎらせて頑張ってほしいなと思いますね。はい、いや小島選手ありがとうございました。ユナステをご覧の皆さんということで、わざわざね、そう撮ってくれたから ね他のコメントも出してる中、そうめっちゃ嬉しい、ありがとう小島凛のりんちゃん、お疲れ様でした。本当にのりんちゃんぐらいな、小島のりんちゃんお疲れ様でした。いいよ本当に、こっからマジで頑張って、うん、楽しみでありますし、まあね、サイドバックをやってますからね、左利きの左サイドバック、はい、だから本当にいいお手本である富山選手もいますし、ね、まあ、去年とかで言えば薩川選手もいましたから、そういったベテランというか自分より上の選手たちでいい選手を見てきてるわけですから、いやこれからが楽しみですよ。ぜひ絡んできてください。アカデミーの先輩野崎博也さんに負けないように頑張ってください。はい、ありがとうございました。さあそれでは次のコーナー行きましょう。はい、グッズコーナーお願いします。はい、
ございます。はい、次のというかもう明後日ですね。はい、もうすぐなの。はい、そうなのに向けての、グッズ情報参ります。だから失点ゼロが大事だったのよ。すぐ来るから本当にいいよ、あの意識のまま入っていけるから。すいません、グッズお願いします。いいよ、はい、はい、まずは画像等ないんですが、はい、田上さんが着てるオーセンティックこれ、もう、はい、ホームの試合が開幕して3月はもう終わりました。はい、もう4月です。もう4月なんですね。まだお持ちでない方、もう1ヶ月終わりましたから。早いよね。はい、本当に早い。あっという間です。おう、あっという間、あっという間。各サイズ、数量多くはないですが、取り揃えてグッズ販売所にてお待ちしておりますので、ぜひ選手と同じユニフォームを着て、本当だよね、一丸となって、マジでかっこいい、後押しをいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。かっこいい。どこにアウェイに行ってもアウェイのサポーターさんにも鹿児島のユニフォームすごい好評で、もしかしたらその今までもすごい良かったけど、うん、過去一いいかもしれない。しかもストーリー性もあるっていう、すごく。これはだから10年というあのクラブが10年経って、うん、このユニフォーム買った覚えても、なんかマジで買った覚えめちゃめちゃ、いやメモリアルなんだって、めちゃめちゃ薄かったよ。もうだって10年っていう10周年、10周年は来ないんだから、今年だけだから。そうでしょ。ぜひ皆さんご購入ご検討よろしくお願いします。いや、お願いします。本当に感謝、ありがとうございます。ぜひ買ってください。はい、続きまして小林さん、画像お願いします。はい、前回ご紹介させていただきましたが、うん、タオルマフラーがリニューアルいたします。はい、5種類これどう、どういい感じ。この試合からです。あれ、この前言ったのは今度から。ああそういうことか。全然聞いてないじゃん。まだ、あんまり聞いてないかも。何のために隣で聞いてるの。すいません、しっかりしろ。すいません、よー厳しいな。だいぶ厳しいな。5種類リニューアル、はい、販売させていただきます。いいよ。それぞれ値段も少しずつ変わっておりますので、どれが欲しい、皆さん全部。確かにね、どれが欲しい。この5種類並んでたら、今ご覧の皆さんどれが欲しいかな。グッズコーナーの間コメントください。はい、どのマフル、タオルマフラーが欲しいか、あの投票お願いします。僕は集計します。あ、小林さんが、暑いな。10周年のとなったクラブのまた新しいタオルマフラーのスタートとなりますので、うん、ぜひ皆さん、新年度ですから。だよね。てか、ごめんね、グッズコーナー中に。いいよ。佐賀から見てるって今日。そう、びっくり。いつも見てない佐賀から。っていうことは九州コンプリート行くんじゃない、初めての。そうですね。もしかしたらね、もうすでにいらっしゃるんです。いつも見てくれてるけど、初めてコメントしてくださった方かもしれない。初めてコメントしてくださった方。はい。あ、タウンイメージいいなって。あ、懐かしのタウンイメージ。はい。ありがとうございます。私はクーちゃんがいい。真ん中ね。カゴンマ。た。すごいすごい。刺繍入り。刺繍入りね、結構人気ある感じするんだよね。ヨーロッパっぽいもんね、なんかね。うん、あの横文字といい。ぜひ皆さん、新しいタオルマフラーご購入いただいて、よろしくお願いします。掲げていただければ。クーも見てるからね。クーはね、見てるよ本当に。てかユナイクお姉さんも本当に目 7.0 ぐらいあるでしょ。あれ7.0、あの人は 7.0 ぐらいあるぐらいファンサービスするからね、スタンドに見えてるってことね。本当に真似したいけど、俺それだけは無理だ、目が悪すぎて。それは本当なんだよ。本当本当。もうね、編集始めてから目がめちゃくそ悪くなった俺。本当にすいませんでした。ぜひ皆さん5種類ありますので、どれがいいかな。いや、もうめっちゃ来てるね。出てる、ほぼ出てる。ここにご検討いただければ。もう空のやつ買いますって来てます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、うん、続きましてまだあるよ、あるよ。前回もご紹介しました、はい、キャップですね。お、またアリタンが被ってるじゃん、はい、これ間に合いました。あ、間に合った、はい、素晴らしい。被りたいですか。被りたい。いや、匂い最初に確認するな。俺の匂いがどれくらいつくかみたいな。いや、この前も被ったやつだから。あ、いい匂い。なんでこんなに似合わないだろうって俺。本当に。いや、これは、うん、でもね、被ってる人マジで多いよ、多い、これ、うん、あの、酒くず部の中にも一人いるもん、被ってる人が。あ、そう、うん、酒くず。ただ本当に似合わない、うん、ユナイ君みたいな感じだからじゃない、俺の顔が。
いない君が2人いるみたいな感じに見えちゃうからじゃない？ひどいな。待ってください。いない君の顔に似てないのに似てるって言ってすいませんでした。謝った後のフォローぐらいしようよ。謝ってって言ったら。ありがとうね、かぶってくれて。いや、ありがとうございます。これいい、マジで。ここでも締めてる人あんまり見ないね。うん。本当に似合わない俺もう。似合うんですよ。誰がこの被り物一番似合ってるか選手権をやろうかな、この YouTube で。被ってる写真欲しいですね。あ、だからまだないしね。皆さんの。なんか車に被してる人とかいたけど。ああ。ね、あの頭のところに。うん、確かに被ってる人あんまり見ない。うん、これを使った何か新しいこうね、うん、やつを送ってほしい。なんかフードっぽくしてる人結構いますよね。へえ。ああ、フード。そうなんだ。出てない。お。雑いわ。こうか。赤を白か。こうか。ああ、こういうこと。うん、ああ、確かに可愛いね。おんぶしてるみたい。クオ。はい、すいません。はい、どうぞ。いけるね。はい。先ほど画像にもありましたが値段が2970円。うん、小林さん見せれたらちらっと。はい、少し値段が変わっておりますので。なるほどね。お間違いないよ。あんた私似合ってますね。前髪出してるからだね多分。いやもう出んやんそれは。あ、こうだ。なるほどね。空が見えないねしたらね。でもね、こうだねやっぱ。もう怖っ。眉毛を隠せばいいんだ眉毛。こうだね。もう俺の顔ほぼ見えてないけど。あ、似合ってる。いや、おかしいだろ。クーが見えた方が可愛いよね。ね、クー白いからでも飛んでるね。ライトがすごい飛んでるね。下向かないで。あ、それいい。俺鼻しか映ってない。でも似合う。まあいいでしょう。髪。ぜひ皆さん。はい、ぜひぜひ。ご購入ご検討。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。グッズは以上となります。出ました。はい、集計。いやもう圧倒です。何、俺たち鹿児島が圧倒です。あ、やっぱり。ちょっと出してもらっていいですか画像。はい、俺たち鹿児島じゃなくてタオル画像。はい。え、ちなみに今のこの短い時間で何票でした？俺たち鹿児島9。おお。タウイメージ真ん中のが3。おお、3ね。マスコットに刺繍1。おお。マスコットに刺繍1。はい。ベーシックはなかったの？ベーシックは、あ、おそらく出るの。もうベーシックは売りません。いや、売ります。あ、売ります。はい、すいません。すいません。え、9。いや、俺たち鹿児島かっこいいもんね。ね、歌もあるし。うん、歌ないか。俺たち鹿児島ちゃんとではありだよね。ちゃんとあるよね。俺たち鹿児島なんか違ったね。なんかちょっと違う。俺たち鹿児島未来を見てみようでね。また嘘ついた。もうエプリルフールだからいいよね今日は。はい、逆についてほしくない。以上グッズコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さん、はい、ご検討よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあじゃあ次のコーナー行きましょうか。はい、水戸遠征から帰りつきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お供え物間に合わなかったので今度ユナゾンに持ってきます。ケーズ電気スタジアムでトミさんに手振ったらめっちゃ振り返してくれてありがとうございました。また女性からメッセージ来てる。トミさん、なんで。そういえばマスコット界のヒーローのバン君は来ないのかな。あー確かに、バンさんはね、あれだね。バンさんって、まあ、違う。あれ YouTuber の人、バン中村さんだろ。バン君はさ、有田君とね仲いいからね。いいですね。あとパン一芸で言う。なんなの、あの犬と仲いいのかな有田選手は。まあ、飼い主っていうなんかあれがあるよね。ああ、なるほどね。とても仲良くしてそうな。ああ、有田さん、うん、ああ、人間性は素晴らしい。確かに確かに。初めて会った感じしないもんね。初めて会ってもね。そう確かに。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあということでですね、次のコーナーに行きたいと思います。はい、次はアカデミーコーナー。はい、トミさん、はい、ありました今回の。はい、U15 の情報をお伝えさせていただきます。はい、U15 県チェストリーグ一部リーグ行われました。お、30日土曜日、対戦相手エフクオーレ、はい、強いです。B ラインフットボールパークアイラにて行われまして、うん、スコアの方が前半1対0、はい、後半0対1、トータル1対1の引き分けとなっております。引き分け。得点者、はい、鈴木選手。いや、鈴木選手ナイスゴール。
でこれ新しくスポンサーが入ってるね、下に。4月1日で、あのアカデミーは4月1日から入れ替わりなさい。なるほどね。タイミングで、はい。あの竹本病院さんはずっと応援してくれてるね、アカデミーを。あのフューチャーズ含めだよね。鹿児島トヨタ、栗倉京栄さん。なるほど。だから2024、25になるってことね。すごいね。今年度ってことだね。そうですね、はい。B ラインさんも応援してくれてんだね、アカデミーを、はい、これ B ラインスタジアムだからね、これ、あ、グランド名は、うん、はい、フットボールパーク、あ、そう、イブスキー、あ、イブスキーじゃない、 B ラインフットボールパーク、 B ラインフットボールパークアイラね、うん、はい、言ったのも言っただけ、病院が2つも入ってるから安心だね、もう選手たちは本当に、いや、3つだよ、3つか、あ、3つだね、本当だね、すごいね、3つの病院に支えられてるアカデミーってあんまりないんじゃないかなJ リーグ探しても、ありがとうございます本当に皆さん、はい、ぜひ皆さんアカデミーの応援の方もよろしくお願いします。はい、アカデミー情報は以上となります。はい、ありがとうございます。もう次あさってホーム戦ですから、はい、じゃあホーム戦情報をじゃんじゃん出していきましょう。あります、あります、あります。じゃあいきますね、川島くんのコーナー、はい、行かせていただきます。あります、あります。へえ。毎年思いますが、鹿児島の冬から春の衣替えの時期っていつがいいんでしょうか。今日は事務所が逆に暑すぎて困りました。むずいですね、川島です。はい、うん、はい、川島君からは4月3日、甲府戦のイベント告知です。まずユダマルシェ、はい、これがねやっぱり大好きで皆さん来てる方多いんじゃないでしょうか。はい、いよいよ4月突入、新年度が始まります。春まっぽしですね。ということで稲丸社にも春が来てるがね、春グルメ販売ということで、春グルメを食べて春を感じてくださいと。お、はい、どんな春グルメが今回登場してくるかというと、皆さんぜひ画像で見ていただきましょう。はい、はい、まずこちらですね、はい、稲丸社の春グルメ、農園ガーデンソラさんから、うん、甘夏ジェラード、ジェラート、ジェラートですよ。ジェラート、ジェラートが、ね、はい、出てきました。はい。これは間違いない。もう春グルメといえば農園ガーデンソラさんの甘夏ジェラートでしょうっていう、うん、ね、ぜひ食べていただきたいですね。そしてモコレコさん、新玉ねぎとツナのピッツァ。ピッツァ。ピッツァにツナを入れるのはもう反則です。ね。オリーブも乗ってんだね。そう、オリーブとツナを入れたピッツァなんてもうあのサッカーの試合で12人選手を出してるようなぐらい反則ですからね。それぐらい間違いないあの美味しさですから。ぜひ皆さんこの反則級の美味しさを味わってもらえればと思います。さあ次行きましょう、はい、次も注目ですよ。もう毎回楽しませてくれてます。はい、はい、この2店舗、ブエモイカリさん、はい、桜台の、最強味噌焼きご飯、うん、これご飯乗っけてきたらもう反則です。もう試合、サッカーの試合で選手を13人ぐらい出してきてるぐらいの反則級の美味しさです。あ、はい、最強味噌と最強かけてね、そういうこと、うん、よくわかりましたね、はい、最強コンビで素晴らしい味を、春らしさを出してきてるということで。そして破格、よかろうもん、かしわご飯500円。おすごいね、これなんかポスターになってるけどね、もう今回間に合ってないのかもしれないね、もしかしたらかしわご飯かもいい、市販で売られてるやつを出すのかな、もしかしたら。いや違う、さつま屋さんのさつま揚げを使用した、ああ、かしわご飯すごいね。スポンサーでもあるさつま屋さんのさつま揚げを使用した春にぴったりなかしわご飯です。春が旬な鹿児島県産の野菜が入ってますと。鹿児島県産にとことんこだわるのがこのよかろうもんですよ、うん、ね、県内じゃここにもあったね、白で、うん、そう、ここ読めばよかった、こっちの方が見やすかった、はい、うん、美味しそう。さつまや、さつま揚げ塩、すごいね。そして肉じゃがもね、横でしれっと PR しますからね肉じゃがもね、500円で売ってますよって PR、 写真からセットでも美味しいかもね。あ、確かにね、肉じゃがとかしわご飯、そういうことなのかもしれない、もしかしたら。ぜひ皆さんこれ1000円で両方食べれますからね、すごくいいんじゃないでしょうか、リーズナブルで。はい、ありがとうございます。じゃあ次出た、肉の名門島田屋さんといえば、はいはい、春キャベツの黒豚メンチカツ、おいしそう。もう肉といえばもう島田屋さん、なんでこんなものを作れるのかっていうぐらい相性のいいものを作ってくるよね。うーん、春キャベツと黒豚、でも黒豚もしかもね、こだわりの黒豚入れてるからね、うん、
これがまた美味しいんです。しかも300円だよ。300円。500円出して200円の釣り組んで。なかなかないよ。500円出して200円の釣りが来ること。それ300円のものを買えばそうで。確かに。お、確かに。うん、トミさん、さすが冷静沈着ですね。いや、春キャベツの黒豚、メンチカツとさっきのさ、よかろうもんのさ、かしわご飯でもいいしさ、はい。何にでも合いますよっていうね、こう、島田屋さん結構アシストに回ることが多いよね。と思いきや藤本のり焼き並みのトロトロ軟骨トロトロチャーシュー丼みたいなドンっていうものも出してくるし、本当に見応え食べ応え抜群なお店ですね。さあそして次、もう薩摩合掌亭、うなぎに今度は何をしてくるんだと毎回楽しみになりますけど、今回はうなぎの白焼き菜の花の酢味噌あえということで、こうもう本当にもう何だろう、七変化、いやー、うなぎがこれだけこう変化を味変できるのかっていうのをね、こう毎回こう勉強になる、薩摩屋さんは、薩摩屋さんじゃない、薩摩菓子亭さんは、本当に勉強になるし、食べたいなって思うし、菜の花食べたことあります？あるよ。鹿児島の人ってか全国的に結構食べる、鹿児島でも食べる率多そうじゃない、菜の花回しとか菜の花マラソンであるぐらいだし、俺結構この時期になったら菜の花食べるんだよ、サラダとしてそう、煮付けとか、これ煮付けじゃない嘘じゃん、そう煮付けは嘘、煮付けとかじゃん、あ、そうそう、天ぷら、煮付けることはないじゃん、天ぷらもでも美味しいよね、塩とレモンでサクッといっちゃって、あー美味しい、でこれも650円ですからね、うなぎがスタジアムで食べるってさらに650円です。いや、ぜひこの春の新作食べていただいて、はい、焼酎のお供にいかがでしょうか。さあそして次、おお、上野屋さん、今回ちょっと前回のユナイテッドの戦い方的にシフトチェンジしてきたんじゃないですかこれね、だし巻き卵出してきましたね、鹿児島の美味しい卵で焼きました、ここからまたチャレンジ、鹿児島の美味しい卵、お惣菜の皆さん、だし巻き卵、これ上野屋さんはさ、結構なんていうの、老舗感あるじゃん、で、お父さんお母さんがね、昔からずっとやってて、これだし巻き卵が美味しいお店はもう間違いなく全商品美味しいって言えますからね、食べてみたい、どれだけの味を出してきてるのか、卵焼き嫌いな人いる、だし巻き卵嫌いな人いるから、そうだね、結構効かないよね、なんか卵焼きはね、甘いのがいいとか、ああそうね、そうね、まあ、地域によっても違うしね、これでもふわふわ感出てるからね、だし巻き卵がこのふわふわとちょっと甘みがある感じが俺は大好きだから、はい、ぜひまた上野屋さんの前で挨拶行ってちょっと味見させてもらおうと思いますはい、帰ってね、はい、そして餃子のミッチ、なんだこれ、新玉ねぎもりもり鹿児島県産肉肉餃子、もりもりの肉肉もり肉餃子ですね、え、見え、えじゃないよ、見えないじゃん、だって餃子が新玉ねぎとさ、美味しいよ、餃子って合うのかな、新玉ねぎね、中に玉ねぎもりもり入ってるとかだったら分かるけど、上に乗せてきましたからね、でも辛さもそんなにないだろうし、旬の新玉なら、あ、確かに 甘さが引き立つっていうもんね、ふんだんに乗せました玉ねぎの甘みと餃子の肉汁の相性は抜群です、そうなんだ、甘さとこの肉の旨みとのコラボレーション、うん、わあこれはいいね、さあどれ食べたい、お腹空いたね、もうね、マジでこのコーナーやだ、いい意味で本当にやだ、本当にやだこの時間のこのコーナー、まずは俺でも島田屋さんの春キャベツの黒豚メンチカツを今行きたい、まあね、の後にだし巻き卵行きたい、今行けるならね、今行ける、ああでもこの菜の花のね、酢味噌和え、うなぎの白焼き食べたいな、どれがいい、決めた、決めた、今の感じで俺結構払ってるからちょっとがっつりいくかもしれない、いきます、せーの、ピッツァ、あーやっぱり、俺ブエンさんだったね、今最強焼き味噌、うまそう、がっつりいきたいね、そう、え、ピザなんだ、がっつりいける、全部食べる、全部食べる、すごいね、鮭さんみたいなこと言うね、言ってない、言ってない、美味しそう、小林さんなんだ、あ、僕はごめんなさい、これです、餃子のミッチーさん
何回この放送をやってる人ですか、これですって映像伝わってんですよ。餃子の道、はい、もりもり、え、ネギ好きなんですか。玉ねぎは好きですね。嫁はめっちゃ嫌いですけど。嫁さんネギ嫌いなの、うん、じゃあ夜ご飯であんまり出てきたりしないの。そうですね、ただ娘は好きだから今後増えてくることを期待してます。あ、そういうことね。新玉とか美味しいけど。ぜひ小林さんの奥さんネギ豊富なメニュー作ってあげてください。ありがとうございます。なんならもうネギだけ出してあげてください。それはさすがに何もせずね。何もせずネギだけ切ります。いや、このでもね、ネギをね、飴色になるまでこう炒めたりするの大好きなんだ。時間かけて。嫁にはガス代の無駄になるからやめろって言われるんだけど、時間もかかるし、うん、やっぱ女性ってさ、あの子育てをしてる女性っていかに時短をするかみたいなことがさ、肝になってくるじゃん。本当に申し訳ないなと思いながらいつもこうご飯作るときは凝ってしまいますね。子供たちがまた美味しいって言うわけよ。それをやっぱりねえ、これじゃやめときます。はい、はいはい、ということで、トミさんは新玉ねぎツナとツナのピッツァ、私は桜台のブエンボゆかりさんの最強味噌焼きご飯で、小林さんはだし巻き卵と、はい、なりました。あ、餃子だったね。餃子、新玉ねぎもりもり鹿児島県産肉肉餃子、言える。新玉ねぎもりもり鹿児島県産肉肉餃子3回。新玉ねぎもりもり鹿児島県産肉肉餃子、はい、新玉ねぎもりもり鹿児島県産肉肉餃子。なんでアナウンサーならなかったの。顔もいい声もいいね、うん、いけたよね。今からでも間に合うからね。言っとく、俺テレビ局の人に。キックオフ鹿児島、うん、いいかもしれない。続いてのコーナー行きましょう。はい、次、あ、そう、次のコーナー行きましょう。もうおしゃべりが過ぎちゃうんだから本当に。じゃあ次のコーナー、はい、もう来ちゃったよ。まだ川島グルメ終わってないから。終わってないです、はい、みんなステージがあるから。グルメ終わったら終わりです。あ、どうでステージ、ちょっとね、はい、雨がちょっと心配されてますけど、はい、ぜひ皆さん滝行、雨の場合滝行に来てください、うん。続いてユナステージ情報をお伝えします。平日ナイター限定ユナイテッドノン方ユナステージ、たとえオンリーだとユナイクが皆さんのノン方に行きますを実施しますと、うん、はい、前回は対戦相手のジェフユナイテッド市原千葉サポーターのノン方に突撃したり、ユナサポのノン方にお邪魔したり楽しい時間でした。雨天時はノン方はお休みで、たとえオンリーダーのコーナーを実施予定です、うん、コーナーはどっちにしろあると頼む、ちょっと成長させてもらいました。頼む頼むぞと、はい、それでは今週も鹿児島ユナイテッド市のホームゲームを楽しみということなんですけど、はい、ノン方、生ステージノン方めっちゃ面白かった、うん、サポーターさんに絡みに行くから、あ、ステージ降りて本当になんか放送事故が起こりそうな感じの、そう、ギリギリのラインを攻めていくから、うん、俺が、うん、新坂さんがもう冷や汗がやばかったっつって、本当に、はい、そういった生ならでは の楽しさってものもありますから、ギリギリ感も、うん、ぜひそういうところも楽しんでもらえたらありがたいなと思います、うん、はい、ということで以上、川島くんとコーナーでした。ありがとうございました、はい、さあ、ということで、今週届いてるんですよ、それが、トミさん、お供え物、それが他社、お供え物が届いたよのコーナーです。ありがとうございます。もういつものあの方だけではなく、うん、はい、ダレマツさんともう一人、あ、それ、僕が会場で預かりました。僕が会場で集まりました、はい、預かりました。え、直売店限定だって。ザ・ひとつまみ推しからの輝きによって、あ、新潟県から、あ、中野さんですね、はい、これは中野さん、直接僕が預かりました。これあれじゃないですか、自分家のお米を使ったお菓子とかじゃないですか、もしかして。お米でも使ってる、マジで。うるち米、国産うるち米って書いてある。な、あ、エビ味、何なんだろう、おかきみたいな感じ。エビ味、一個開けてみたら、いいの、うん、エビ味、これ何、それ何、ザ・塩枝豆、あ、枝、塩枝豆、ザ・エビ黒胡椒で、ザ・エビ、エビカリ、ザ・エビカリ、な、エビカリってなんだよ、エビカリって言うんだよ、エビカリ、いただきます。スパイスの出たの、もう食べてほしくて出てくる、ああ、うわー、これ美味しいやつじゃん。うん、ザ・
ザクザク楽しいし味めっちゃ濃いし俺大好き。うわピリ辛。これ飲み物は何が合いそうですか。あ酒これね、うん、焼酎と合う。ああすごい焼酎とめっちゃ合うと思う。香りがうまっ。エビカリ、これなんかカレーっぽい味がする。スパイスか。え、めっちゃ美味しい。エビカリのカリはカレーじゃなくて、わかんない。カレー、ちょっと1個食べて。1個1個食べて、触ってないから。うん、大丈夫。入ってるカレー入ってる。だからエビカリだから。美味しい。あ、これは新潟行ったら買わないとね。お酒に合いますって、うん、中野さんが。めっちゃ合う、マジで合う。うわー、この味届けたい、みんなに。カレー用スパイスが入ってる。その未来なんかさ、こう届けられるシステムになってそうだけどね、30年後ぐらい。どう、富さん、この今食べてるものを視聴者の皆さんがちょっと一口食べてみてくださいみたいな、うん、どう。テレビから手が、俺の手が伸びてきて、こう、やだ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 って。だって田野さんの手が出てくるでしょ。それだけはやだ。うん、すごい、ありがとうございます。おいしい、すごい。食べます。もう全部なくなって豆だけ後でいただきます。豆もありがとうございました。しかもこれ直売所限定だから買えないんだね、行かないと。うん、すっごい美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして謎の小包が成松さんから届きました。午前中って書いてあります。午前中。いや、そんな、はい、午前中。成松さんにもあって送りました。あ、お会いしました。送りました。成松さん、ダゾーン映ってました。試合終わって旗を片付けるところで、僕知り合いの人と一緒に見てたんですけど、知り合いの方が、あ、成松さんだってボソって言ったら、え、成松さん、成松さん、どの方ですかみたいな。みんなだから成松さんっていう人、名前は認知してる。ああ、この人が成松さんなんですねってこんなんでね、チャレンジしていただいてるから、もうなんかお供え物コーナーから成松さんコーナーに変わりそうなぐらいね、本当に貢献してくれてますから。おっ、成松さん、はい、今回は、はい、亀印。お、成松さんからは亀印をいただきました。これ水戸って言えば亀印なのかな。今回は丁寧に開けます。よっしゃ。なんだろう、亀印。皆さんも気になるんじゃないですか。なんだろう、亀印って。亀の絵が書いてあるよね、多分ね。なんか、あ、当てよ。当てな、予想しよう。俺的になんか、ちょっと甘めのせんべいっぽい気がする。ちょっと固めの甘めの。なんか、まんじゅう的な、おまんじゅう。ああ、確かにね、成松さん、まんじゅう系を送ってもらえ、くれるからね、よく。じゃあ、行きますよ。富さん、いい？見ちゃった。あ、一回もらったわ、これ。水戸の梅。おお、これ、美味しいやじゃん、150%。ほら。美味しそう。水戸の梅なんだ、これ、梅。いただきます。成松さん、感謝します。マジの梅なの、これ。あ、シソでくるんだ。いやこれ、あー、反則。これほら、シソでくるんである。すごー。いただきます。うん、梅じそにあんがくるまれてて、うん、でもなんか食感的にはお餅みたいな感じなんだけど、うん、あんこなの多分。え、すげえ合う。このなんだろう、梅じそのこうちょっと酸味というか酸っぱ甘さと、うん、中のあんの絶かなり甘い、このコラボレーション半端じゃない。半端ね。うん、おいしい。いった、唇噛んだぐらい美味しい。よくわかんないです。うわあ、美味しい。このあん、あれだ。あのあんに似てる。あれ、どう忘れした。すごい優しい濃厚なあん。何か忘れちゃったから。それはもう田野さんにした。あんま。
美味しい。かわいいね。これちょこちょこ食べながら焼酎飲めるわ。これ梅じそがいい。あんだけでもいいんだけど、この梅じそが巻いてあることによってすごい大人なお菓子の味になってる。うん、すごい美味しい。亀印、この箱で気づけなかった俺。前回去年ももらってんじゃないかな多分。あ、去年一昨年。いや、このね、このパッケージ見たことあるんだよね俺。うん、なんか見覚えはあるよね。おいしい。これ水戸の梅、水戸って言ったらさ納豆のイメージが強いじゃん。この梅もあるんだね。ほんとにこれ美味しいです、これ食いたかっただけやね。マジで美味しい、これもうちょっと食べますよ。この香りが届けたい。ちょっと香りだけ嗅いで。うん、すごいでしょ、うん、梅しそ、梅しそ、しそ好きだから。あの、ゆかりご飯のゆかりの香りする、はいはいはい、分かる、分かりやすく言えば。うわ、美味しい。しかも、あんがね、もちもちしてんの、これ餅ではないでしょ、あんでしょ。白あん、あ、うまっ。甘い。ありがとうございます。こう、あれだ、俺の大好きなカスタードに並ぶぐらいの美味しさだったね。だったねって言われても知らないよ。それ上品でも大人なお菓子だね、和菓子。ありがとうございました。いやー、ということで今回もね届きました。本当にありがとうございます。お供え物本当感謝感謝感謝ですよ。ありがとうございました皆さん。さあ、ということで、全コーナー終了して、コメントでもありましたけど時間内に終わりそうって来てましたね。終わりそうです、ね、終わりそうで す, うです、ね、珍しい。え、グッドボタン、グッドボタン、グッドボタン、グッと押してください皆さん。ぜひ宮崎の方と熊本の方をご覧になってたら、あ、全国から見てますよ、ボード。今日少ないね、でも。いや、でも九州がですね。九州、熊本、宮崎でコンプリート。佐賀が見てくださってたんですよ。だからよ。ゲットボタン。だからよ。愛媛、広島。新潟、見てる？新潟、はい。ご覧いただいてます。あ、いた。幕別町もいますね、はい、岩手からも見てくれてんだね。あ、岩手はあの方だ、はい、鹿児島から転勤した方、はい、個人情報を言ってるけど、はい、大丈夫です。嬉しい。水戸といえば 何楽園の梅ですか。あ、問題、それ何楽園でしょうか。未楽園、偕楽園。本当に偕楽園っていうの。有名なんだ。納豆梅そばが有名なんですって。熊本から見てるって。熊本見てる、やった。熊本さん、ありがとうございます本当に。なんいや、手が思ったより短すぎてごめんね。あ、ゆかりって分かりやすいね。ゆかりご飯嫌いな人聞いたことなくない。好き、うん、好きだよね、うん、結構お弁当とかあげてさ、ゆかりご飯が敷き詰められたらテンション上がんない。上がりますよね。なんかこう白ご飯かなと思っててお弁当開いたら、うわ、ゆかりご飯じゃんみたいな。はい、高鍋町から見てる。めっちゃ、お、宮崎高鍋町から見てる。ということは今日多分久しぶりかな。いや、はい、初めてかな。嘘、ま、前あった気がするけど。あったかな、1回あったかどうかぐらいだよね。だよね。初めて九州コンプリート、全九州だぜ。あ、九州だぜ。九州全部から見ていただいてるというね。ありがとうございます、嬉しい。あ、そう、ね、コメントをYouTube に届いてるコメントを俺振り返ってバーって見てた。したらどっかね、島から見てる人いたの。あの、なんとか島、ここに書いてない島、あ、見てくれてるんだと思って、で、あの、ユナイテッドボタン押しといた。いいねいいねというか、コメントだからちゃんと見てるんで、ぜひあのコメントを送ってくださいね。あの YouTube の方、配信してる方の YouTube の方もぜひよろしく。宮古城から見てる。妻が宮崎県宮古城市から見てます。妻がちょっとなんか分けありな感じじゃない。妻が宮崎県から旅行中とか単身赴任中とか。ああ、だったらいいけど、よかったよかった。なんかちょっとすいません。九州コンプリート、グッドボタンお願いします。すごいね、嬉しいね。九州コンプリート、中野さん経由で視聴者サービスないんですか。
中野さん経由で視聴者サービスないんですか。これを皆様に。背中に書いてあるんだろうってコメント来てる。なれますさんの、なれますさん、あのユニフォームの背中になれますチャレンジって2枚のユニフォームそれぞれ。ああね、説明しましたね、あの開幕戦の時の配信で。いつも押してるのに進行が順調すぎて怖い。確かにエイプリルフール あの最初の嘘ついたのにね、こんなにスムーズにいくなんて思いもしませんでしたから。おそらくでも三つどもえくんのコーラがないからと思いますよ。あ、それは大きいです、はい、うん、彼のコーラの台本がこんなに熱いからね、本当に。 A さんにしてもまだ突っ込んでちっちゃいんです。いや、熱いに突っ込んでほしかったけどね熱くはないから、台本が大きいだけで、ね、はい、ありがとうございます。本当にいつも無視していただいて、はい、はい、コメントを送るんだったら今ですよ、もう全部読みますよはい、本当か、本当本当。おウォーキングしながら見てます。田野さんこんばんは、ありがとうございます。ユナキャットっていう人から来てますね。早そうだね、本当にウォーキングしてるんでしょうか。うちの母が札幌から見てくれます。そうなんだ、北海道、嬉しいですね、札幌、ありがとうございます妻と子供だけ、あ、春休みで帰省してるんだよね。なんて、いや変なこと言うからちゃんと、あ、これがね、すいません、妻と子供だけ、嬉しいね。でもさ、奥さんと子供たちは宮崎の都城から見てくれてる、ご主人は鹿児島から見てる、すごいね、配信を通じて奥さん、旦那さんとつながってますよ、すごい。こんなことがあっていいでしょうか。すごい、アンリちゃんから田野さんって来ましたね、なんかコメント打てって言ったからありがとうございます。嘘が足りなかったかな。奄美大島に旅行に来てユナステ見るために帰ってきました。はっ、エイプリルフールのやつで大きい声が出ました。頭丸めてください絶対丸めません。はい、すごいね、奄美大島に今旅行で来てるんだよ。ユナステ見るために多分今旅行に行ってる宿に帰ってきたんじゃないの。まあそういうことです。でしょ、本当ありがたいね。ああ、そうそうそう、岡本翔征くん J 通算100試合おめでとう、うん、嬉しかったね。ただね、でもね、あのこれ言っていいか分かんないけど、もう本当に鹿児島ってなんでだろうね、富さん、来る選手来る選手とは結構メモリアルが多いよね、うん、分かる、100試合とか150試合とか200試合とか、多いっす。今回で今シーズンもおそらくいろんな選手がメモリアルを迎えることになると思う、うん、だからまたグッズが大変になるんじゃないかなちょっと思いながら、はいはいはい、ね、皆さんぜひもし出た時は買ってくださいね。はい、あ、今月も明治安田のウォーキングアプリ頑張りましょうね、ありがとうございます。岡本選手しかも来週誕生日と、うん、中野さん全部知ってるじゃないですか、すごい、もう家族、大阪から見ても、トミさんラーブ来ましたね、また父さんからラーブ男の人かもしれないからラーブ父さんね、ありがとうございます。あ、埼玉から見てます、ありがとうございます。あら、そしてどうしました。いや、中野さん結婚記念日やったんや。いつ。3月30日、水戸瀬の日。 あそうなんだ、すごいじゃん中野さん、3月30日なんと中野さん、今日お揃い物もいただいてる中野さん、何回目の、あ、そう言っちゃった、20周年、うん、20回目の結婚式おめでとうございます。結婚記念日、すごい、エプリルフールじゃないよね。歌った方がいいかな、何の違うね、いや、ハッピーハッピーウェディングね、20周年、鹿児島の倍行ってますから、はい、鹿児島が誕生する10年前に結婚してますからね。まあそうだろう、はい、うん、僕もですけど、はい、トミさん何、一人ですけどすいません、本当に申し訳ない、機嫌が悪くなったところで終わりましょうか。お、はい、そうですね、もうぼちぼち終わろうかなと思うんだけど、川辺選手をめでたいと思うんですね、発表ありましたね、ありがとうございます、はい、先起こされました ねえ、スペイン人の奥さんということで、本当に素晴らしいな、ついて言うぞ、すごい、ワールドワイドの川辺選手の応援、今後ともよろしくお願いします。本当に信じる人いるから適当な言葉はい、多分おそらくね、日本の方だと思いますけど、これ聞こえる、
ありがとうございます。水曜日の駐車場、支え合って大事、うん、ですね。水曜日の県庁駐車場使えるか使えないのか、公共交通機関と試合開始ギリギリかもの、これはちょっと今ここでは分かんないので、分かる？小林さん、今ホームページで見てて、もうちょっと繋いでください。なんか探します。はい。スペイン人と来てますね、カルパッチョ23から。ほら、だからもう適当なことばっかり言う。スペイン人じゃないと思います。はい、僕も見たことないので、でも嬉しいなと思って。やっぱでもね、結婚したり家族が増えたりするとね、責任感がねまた増しますからね。これから川辺選手のプレーより見てもらえたらありがたいなと思いますね。はい。ユナキャットさん、ユナキャストさんですよ。田野さん知ってるはずの方ですよ。え、そうなの？ユナキャットさん、それは失礼しました。いつもユナイテッドを支えてくださってるユナキャットさん。え、どのユナキャットさんから？どのユナキャスト？いや、だからユナキャストの誰かっていうから、どのユナキャストさんかなんでしょう。ああ、そっか。どのユナキャット？そう、ユナキャットは一人しかない。そう、そうか、そうか。落ち着けカルパッチョ。これおもろい。コメント欄でツッコミが入ってるっていうね。エイプリルフールですね。嘘つきました、すいません。巨大ユナイクのぬいぐるみより一回り小さいユナイクのぬいぐるみを販売してください。その一回りがどれぐらいなのかな。田野さん毎日エイプリルフールですよね。いや、そんなことないですよ。僕は田野さんは毎回エイプリルフール。田野さんのバースデーコールに期待だ。嬉しいっすね、富さん。はい。バースデーゴールは岡本翔征選手でしょ。見たいね。翔征くんも本当にいい男ですよ。髪がちょっと青くなかった？青い？青。うん。だよね。何色って言っていい色か。分かんなかったよね。ダゾン越し見たら青っぽかったのなんか。うん。でも何やっても似合うじゃん。うん。それがずるい。本当に。顔がいいからね。顔いいよね。トミさんもいいじゃん。本当に。負けるよ。本日もイラストで配信ありがとうございます。もう終わりましょうか、そろそろね。そうね。情報は見つからなかったです、僕の。ああ、駐車場ね。またちょっと、駐車場、ホームページに載るかな、もしかしたら。どうだろう。また見てもらえたら。誰か分かる人いるかな。で、今、電話しようかな。翔征君の、でも、バースデーゴールあるんじゃない下手したら。なんか、そういう時って撮るって言うしね。ああ。でも翔征のことだから言ってそう、誰かに今日俺誕生日だから撮ってねみたいな言ってくれ。それ運動家選手とかに言ってそうだな。昨日 UFO キャッチャーで島火の抱き枕をゲットしました。 あれ結構今話題ですよね。島火の抱き枕あるんですか。なんかゲーセンの UFO キャッチャーで、UFO キャッチャーってゲーセンだよね、うん、大体。ああ、はい、おっしゃる通りで申し訳ない。ありがとうございますよ。嬉しいね。こんなくだらない顔を377人の方見ていただいてありがとうございます。本当に、いやー、今日の配信あっという間だったら、なんかどう、トミさん、はい、さっき始まったと思ったらもう終わってますね。いや、まあまあ時間は、まあまあ落ちたか、はい、すいません、ありがとうございます。トミさんもちょっとお腹が空くとね、ちょっとね、機嫌が悪くなる。機嫌悪くなる。本当にポケモンのカビゴンと似たような感じなんです。本当すいません。カビゴンは眠たくなるとちょっと機嫌が悪くなるっていう感じ。トミさんはお腹が空くと機嫌が悪くなるから、トミさんにご飯食べさせたらめちゃめちゃいい笑顔見せますよ。これは本当よね。嬉しいでしょ。ご飯食べてる時間幸せでしょ。それはね。でしょ。うん。ねえ、もうこれ以上喋ってたらね、なんさあならんことになりそうなんで。はい、さあ、じゃあ今日の配信ここまでとしましょうか。もうだから明後日ですか、試合。皆さん、はい、ぜひ、しかも甲府を鹿児島に迎えてっていうね、2019年以来の、ね、5年ぶりの戦いとなりますから、ぜひ皆さん、その戦いも楽しみにしてください。しかもなんと5年前もピーター・ウタカ選手いましたからね、うん、巡り巡ってまた帰ってきて対戦しました。こんな奇跡があるのかと、うん、さあ、ということで今日の配信皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あさっての試合共に戦っていきましょう。さあ、終わりましょう。終わりが見つからなかった。鹿児島ユナイテッド FC、 次節ホーム甲府戦、そしてアウェー山形戦の勝利を信じて、 We are the チャレンジャーズ。ありがとうございました。九州コンプリート感謝。
感謝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 